つもご視聴いただきありがとうございます。今日はハイアットレジデンシー那覇のクラブフロアのお部屋をご紹介したいと思います。めっちゃ簡単になりますが、こちらハイアットリージェンシー那覇のクラブツインのお部屋になります。35平米くらいだったと思うんですけども、ベッドが2つと窓側に、ソファーがあって、脇の方にちょっとあのテーブルというか、デスクがついてるお部屋になります。そしてこちらバスルームになってまして、浴槽もね結構大きめのお風呂になってたし、あとねお水が溜まるのがすごく早かったです。こういった時期だからなのか元々なのかちょっとわからないんですけども、あのコップとか歯磨きコップとかは紙コップが用意されてました。こちらは、チェックインとチェックアウトともにクラブラウンジで行われますが、ラウンジはこんな感じです。縦長の作りになっていて、窓側の席だと那覇市内が眺めることができます。夕方からカクテルタイムがありまして、こちらで軽食をいただくことができます。私が行ったの今年の頭なんですけども、こんな感じでビュッフェが用意されてました。サーモンやサラダなどは1個ずつパックに入ってる感じでしたね。そしてこの温かいお料理は自分で取る形になってました。お肉がビーフとポークとチキンと3種類あって、どれも美味しかったんですけど、そしてこのお肉のねなくなり具合がすごい早かったんですけど、あの、ね、どれも美味しかったですね。お肉、そしてチョコやタコスのチップみたいなやつと、あとチンスコーなんかがあるのが沖縄らしいです。それからパイナップルはじめ沖縄らしいフルーツも並んでます。お飲み物はあの冷蔵庫みたいなのがあって、そこから自分で持ってこれる形になってたので、サンペレグリーノをいただいてきました。というわけでこんな感じになりました。窓の外を眺めながらこんなお料理をいただけます。と旅行中で野菜不足だったので、サラダを最初から2個持ってきて、そして沖縄そばがあったので沖縄そばも持ってきました。それからフルーツとお肉も持ってきました。この時は半月くらい離島に行ってたんですけども、で最後の日だけ那覇泊だったんですが、沖縄そばはあの離島の定食屋の方が美味しかったです。でもこのお肉はねめっちゃ絶品だったので、もしあのハイアットリージェンシー那覇に行く時にはこちらのお肉絶対食べてほしいなと思います。こんな感じでゆったりまったり飲んだり食べたりしながら、ラウンジがあの閉まる時間までゆっくりさせていただきました。そして翌朝の朝食はラウンジでも食べられたんですけども、あの下にある桜坂っていうレストランが気になっていたので、そちらでいただく方を選びました。あのもうビュッフェ台の写真を全然撮ってなくて残念なんですが、ビュッフェスペースはそんな広くないんですけども、でもね品数があのスペースの割に結構あって、お料理もちっちゃい小鉢に入ってたりとかして取りやすい形になってました。品数も多いですし美味しかったし、あのこちらの桜坂の朝食もおすすめになってます。いかがでしたか。今日はめっちゃ簡単になってしまいましたが、ハイアットリージェンシー那覇のクラブフロア、そしてクラブデラックスツインかなのお部屋をご紹介させていただきました。ちなみにあの今映ってる海は座間味島の古座間味ビーチになります。国際通りからも最寄り駅からも近いので立地も良くておすすめです。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。